どうも皆さんこんばんは、おしょうでございます。あ、ゲータラやっていきましょう。さて、ちょっとごめんなさい、まずあれテイムしたいんで、あれあそこに下になんか血吐いてるやつ、血吹いてるやつテイムしたいんでいいっすか。560レベルのプライムキガノとってか、ちょっと待って、なんか変なのに絡まれてる。大丈夫、ちょっと待って、大丈夫かあれマジで。あ、オッケー、反撃した。てかお前ちょっと下が、ちょっと一回お前こっち来い、お前行ったんちゃう。ダメか、抜けちゃうかこれ。ほら、そういえばダメージないのね、金属門には。アヌナキの時のやつは普通のギガノトでも金属食い破ってたけど、エターナルだとプライムギガノトでも一応金属は食い破らないと。だから一応金属トラップは使えるわけだな。あ、よし、よし、オッケー、返せ。はい、というわけで、無事2体目のプライムギガノトテイム成功です。意外と早かったね、もっと見つかんないかと思ったけど、なんかささっと見つかりました。じゃあやって、これで、ね、2匹目ゲットしたってことは、 やっていくことはですね、はい、ブリーディングですよね。早速やっちゃいましょう、ブリーディング。よーし、オッケー。なんかテカテカしてっけど。エターナル限定の生物の卵ってなんかやたらテカテカしてんのよね。はい、で孵化器作りました。はい、あの特別な作業台で一応このジェネシス2のエングラムとかも作れるので、まあ、早速孵化器も作っちゃいましたと。そういえばプライム Y1 はもうあれいけるのか。そう、プライム Y1 実を言うとブリーディングしたんですよ。まあちょっとこの子はあのステータスがあんまりちょっと見た感じそんなよろしくないというか、あの体力が低いっていうちょっとよろしくない方面なんですが、まあそれはいいや。まあですよねですよね、8時間20分かかる。まあゆるりとやっていきましょう。じゃあとりあえず Y1 孵化しちゃいますか、せっかくだし。よっこいしょ。ああ緑色が消えちゃった、羽の緑が消えちゃったか。まあええわ、まあプライムギガノと置いておいて。はい、今回ねテイムする生物、お待たせしました、いよいよですよ、インドミナス種テイムしていこうと思います。インドミナス種っていうのはなんかたまに砂漠とかでよく見かける、なんか全身が真っ赤っかになってるやつ。プリンスアンドリューテイムしてた時に見かけたあのドードーレックス型のやつがいたんだけど、ああいう感じのなんか妙に赤いやつ、あれがインドミナス種っていうやつらしい。で今回はそいつをね一匹ちょっとテイムしてみようかなというところで、はい、なんかプライム種と大差ねえんじゃねえかなって思ってんだよ個人的には。だから意外とテイムはスムーズにいくんじゃないかなと。というわけで今回記念すべき第一発目は、はい、あちら消えました。あ、いたわ。はい、インドミナスドードレックス、今回あいつをテイムしていきます。え、ちょっと待って、なんだあれ、ちょっと待って、なんかインドミナスドレックスの鍵になんかいない、あれ何、プリンセスは、プリンセスピーチ、なんだそれ、あ、フェザーライトだ。え、プリンスアンドリューの奥さん、プリンセスピーチって、え、そんなのいたの。まあ朝もなーもいるし、え、どうしようなんか一匹ちょっとテイムしたいやつが出てきちゃいましたが、しかもなんか敵対してないね、これ。チェルシーゲル、あー、なんか名前が書いてあるから、まあまたこれもなんか誰かが飼ってたなんか鳥かなんかをそのままモデリングしたのか。まあいいや、ちょっとあの子はいいや今回。うん、おい待った、意外と危ねえなここ、意外とインドミナス種だらけじゃねえかよ、びっくりした。まあいいや、とりあえずちょっと今回あのドードレックステイムします。はい、ドードレックスね。おい、マンティコア、お前ゴミっこんじゃねえ、ゴミすっこんでろお前、おい。ちなみにこいつなんでテイムするかっていうとマックスレベルだからです。はい、600レベルで、しかもメレー610、600超えです、メレー。はい、バケモンですね。はい、仲間にしちゃいましょう。最小限の動きでかわした、多分大丈夫なはずで、あいつ多分騎乗車貫通ブレス持ってるからそれだけ気をつけ。だからちょっと今回は多分一番テイムだるいんじゃねえかなと思ってるけど、多分マンティコアとかが一番簡単、うん、あいつ多分ブレスとか入ってこねえだろうし。ほらあ、ほら結構溜まってるよこれやっぱり。だから意外といけるんじゃねえかなっていう、うん、
ただこの Y バーンのなんか挙動がなんかすごいおかしいことになってなってるのが大丈夫ならだ、うん、というか今回はねギガノトの時みたいなねガチ恋距離でのテーマ絶対できないね。それなことやっちゃったら最後騎乗者貫通ブレスで殺されかねないから、今回はこれだね、もう遠距離恋愛でいきましょう。遠距離恋愛、遠距離恋愛テーマでいきましょう。今回はちょっとその位置だとちょっと危ないね。ブレス真上に入ってくるとかあるかな。ブレス姉泣きの堂々レックスは一応ね真上にブレスを吐いたりすることが一応あったんですよ。真上っていうかまあちょっと上あたりだけど一応あったんですよ。火球をね、火球を吐いてくることが、火球吐いてくるのかな。ちょっと待って、だいほらほらほら、なんか やってきそうな気がしなくもないんだよな。でもね結構ほれ順調に溜まってますって、ほらめちゃめちゃ順調に溜まってますって。なんかギガノトより簡単じゃねこれ。ガチ恋距離ができないってだけでギガノトより簡単説。ちょっと待って、マジでさ、この Y バーンの挙動何なんだ一体。この90度に動くやつ、そしてなんか当たんなくなったっていうね。当たんね、え、あれが当たんないの。ちょっと待って、やばくね、待って、やばくね、さすがに負けないよね。プライムケントロ、さすがに負けないよね。ちょっと手伝うことができねえ。手伝ったら最後こっちが殺されかねないから手伝うことができねえ。頑張ってくれ、頑張ってくれ。いった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 、あーよかったよかったよかった。もう誰これ構わず喧嘩売ってるせいで大変なことになってんじゃねえかお前。しかもあれなんだよね、こう喧嘩売っててさ負ける可能性もあるんだよねこいつ。しかもなんかすげえ外すんだけど、これ何なんだこれ。うわ待って待って待って、なんだエターナルアルファフェニックスが召喚されました。やべえ、なんかやばいの出てきたんじゃないの。おいまたもう、またあっちこっち喧嘩振り売っちゃって、もうちょっと待って、俺今危なかったな。なんかいつの間にか結構なガチ恋距離になりかけないですね。ちょっと待って、どこ行ってんのあいつ。動きが早すぎて、しかもあっちこっち喧嘩売りまくるから全然どこに行ってんのかわからん。どこ行ってんのあいつ。しかもサモナいるし、鳴き声は普通の堂々レックスだったね今、うん、今一瞬当たったけど。でそこになんかマグマゴーレもいるし、あ寝た、あ寝た寝たわ。マジでこんなところで、ちょっと待って、いや意外と簡単に寝かせられたな。ギガノトサウルスなんかもっとかかるのにすげえあっという間に寝たじゃん。え、これなんかプライムギガより弱いとかある、まさか。さすがにないよね。一応まあ危険そうなのはあそこにいるゴーレムぐらいか。でなんか4つでいけるね、プライムミートも。プライムミート4つでいけんの、なんかそんな簡単でいいの。結構20個ぐらい食うかなと思ってたんだけど、うわ、あっという間や。返せ、あっという間やんけ。あ、乗れるやん乗れるっていう、サドルなしか。ちょっと待って、テイムボーナスどうなった、なんか食らった今。あ、大丈夫だ。あ、オッケー、マックスですわ、マックスですわ。これちょうど持ってたグリーンドポーションあるからこれ飲め。オッケー、これで回復ですね。メレ1000超えた、うわ、メレ1000だって。あ、もうこの段階でやべえ。ちょっとまず、もう力見よっか。ちょっと噛みつきとあとブレスぐらいちょっと力見ようぜ。45000、おお、あれギガノトと変わんない、あれプライムギガと変わんなくね。いやちょっとでも待った、ブレスの威力が破格で、ブレスの威力やばい。今見えたかな、ほら5万、だってブレスの威力やばいぞ。あー、ま、え、何お前、エターナルラバーゴーレム、あれ、あ、お前ラバーゴーレムなの、あれ、あんな真っ赤っかだったっけラバーゴーレム、あれおかしいな、もうちょっと岩っぽくなかった、普通に岩のようなハベル。でまあまあ分かったことだけど、ぶっ壊しちゃいますね。はいはいはい、ちょっと待って、サドルも何にもないから、サドルもアーマーも何もないから今ダダ通れないんやけどこれ。
あれブレスが吐けない。あー、あれ、え、ちょっと待って、大丈夫大丈夫。あー、あー、圧倒してる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 。あー、シーキーね、シーキーで撃てる。ちょっと待って、やべえやべえ、ダイビングワイマン出てきちゃった。うわー、ちょっと待って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 、うわ最悪最悪最悪、これ逃げ切れる。ちょっと待って待って待って、あっちこっちやばいやつばっかりじゃねえか。うわ、やばい、直撃した。あっちこっちおかしいやつばっかりじゃねえか。しかも怖いバンの人だし。よし、帰ってきましたよと。じゃあ、早速でちょっと申し訳ないんですけど、さっきのダイビングワイバンテーブルしに行ってきます。はいはい、ちょっと何ですかあなた。あ、これ燃えてる最中に、あ、やっぱり燃えてる最中にファイヤーに切り替わると効かなくなるんだ。そんな技ありかや。で、まあ、図らずも向こう側のダイビングワイバーンたちも、まあ、ファイヤーワイバーン形態ですし、ポイズンになった今。ちょっと待って。これ、どっちの方がいいんだ。あ、待った。一匹ちょうど来たぞ。なんだ。お前どっちだ ?395? 違うな。いやいやいや、そうだった。非常車貫通でした。せめて俺は効かない。せめて俺は効かない。ちょっとプライムワイバーン多すぎ、ここ。とりあえずこのペガサスがなんか死んでくれねえと話になんねえ。ああ、もう、旋回しねえんだもん。これ使えるかな。ああ、来た。ああ、そうそう、これ使うとなんか死体から荷物ここで回収できますよって言われたんだけど、マジじゃん。本当に回収できた。あんなこと言ってる場合じゃねえわ。そんなこと言ってる場合じゃねえ。早く回収してやんねえと。てか、なんか死体回収機あれ使えてよかったわ。なかなか使う機会がなかったからちょっと紹介しかねてたけど、あれ紹介できてよかったわ。あれがうちの、あ、これか、うちの子。ちょっとついてきて。あ、そういえばプリンスアンドリューどうなってんだ。あ、よかった、生きてたわ。そうだ、片乗せプリンスアンドリューはどうなってんだと思ったけど、もうお前でいいや、寝ろよ、寝ちまえよ。もうあっ、ふう、あ、オッケー、よかった。お前よければ全てよしよ。はあ、おん、前、もうほんと、はあ、オッケー。あ、なんか解放されたぞ。まあええわ、これだ、テックワイバーサドルだ。エクイプワンワイバーンウィズディスティテール。ああ、オッケーオッケーオッケー、こんなん手に入ったならよし、ならよし。あ、さて、ダイビングワイバーンのテーマにだいぶちょっと手こずっちゃったんですが、改めてじゃあ見ていきましょう。今回の主役、ドードレックス、インドミナスドードレックスですね。見た目は、これ、なんて言えばいいのこれ。なんか、一応、ほれ、なんか、素のドードレックスの皮になんか別の皮がついてるみたいな感じだと思うんだけど、これ何なんだろうこれ。表面をなんか、血というか、なんというか、何これ、波動か、なんか波紋が巡ってるわけなんですけど、うん、サンライトイエローオーバードライブ、レッドかこれはレッドだな、イエローではないか。そういうのが巡ってるっていう見た目だね。なんか何とも言えない見た目してる。説明ができんあんまり。で、大きさなんすけど、でかいね。ギガヌトよりでけえわ。ほらこんな感じで、スノドードレックスの大きさかなこれ。なんかアヌナキの頃のドードレックスよりでかい気がする俺は。まあアヌナキのドードレックスっていうか、まあアヌナキに出てきたボスたちっていうのはまあ結構ちっちゃくリサイズされてたから、まあなんだろう、それよりでかく感じるのは当然かもしれないんだけど、まあ、やっぱこれ多分バニラのサイズっぽいね。バニラよりちょっとちっちゃいかな。よっこいしょと。まあ 45,274 だね。ちなみにこの子はさっきも言ったけど、メレーが1029で、まあ初期で1029あるので、まあ基本的には今までテーマしたプライムギガと今んとこ同じぐらいのメレーだと思う。で、大体一撃はプライムギガと同じぐらいの威力だね、この紙付きは。これね、で、右クリッ
ックの、あ、そうや、右クリックのブレスで、あのいつものドードレックスのブレスが吐ける。ん？ちょっと待って。あれ？ちょっと待った。結構、あ、クールタイム長え。この子クールタイムすげえ長えわ。ちょっと待って、結構あるな。あ、やっと打てた。あ、クールタイム長いんだ、この子も。そっか。なんかね、この間テイムした、あの、エレメンタルファイアワイバーいるじゃん。あの子と同じくらいのクールタイムがあるわ。連続で吐けない。アヌナキのドードレックスたちは、とか、あとラフィス。ラフィス・ザ・セレスティアルは連続して炎吐けたんだけど、この子吐けねえわ。マジか。ちょっと不便だな。あー、やべえ、リストラサルスにぶち当たっちゃった。51000。ああ、でただね、火力は折り紙付きだね。火力はいった、なんだって一撃5万くらい出してっから、一撃5万くらい出してっから、火力は折り紙付きで、あー、 C キーで、あー、オッケーオッケー、そうだね、 C キーで このレーザーブレスが開けるで、レーザーブレスに関してもまあ結構、あー、あるね、これ。レーザーブレスに関しても結構クールタイムがあるわ、これ。で、またちょっと絡まれてる人痛いじゃん。ただ座高が高いせいか結構当てられるぞ。ただこの子気をつけなきゃいけないのがさ、あのサドルねえのよ、この子。この子サドルがねえから、そこだけ注意だね。ダメージがダダ通りなのよ。ただ体力、いくつなんだ、1、10、待って待って、1、10、100、1000、10000、10000、480万あるから、まあダダ通りでも結構硬い。ダダ通りでも結構硬めですね、これは。うん。わー、やべえ、サモナーだらけだ。ブレスの終わり際にちょっと上向いてると上に吐けるわ。ほら。あの、首の、動き、首、ブレス吐くときの首の動きが止まったときに上に向くとブレス上に打てる。むっず。ほれ、こういうとき。こういうときはブレス上に打てるわ。ちょっとアルファギガとかインドミナスのサドルがつくか確認してみましょう。まずアルファインドミナスのサドルはつかないね。でギガノトのサドルもつかないと。なんかつくサドルあんのかな。はい、ちょっと調べてきたんすけど、わかんないっすね。他のインドミナスドードレックステイムしてる動画ちょっとチラ見してきたんすけど、サドルつけてないんだよみんな。だからサドルがそもそもないのか、まあ、それも存在はしてるんだけど、なんかちょっと特殊なことしないと手に入らないのかわかんないけど、とにかくサドルは今んとこ見当たんなかったです。何つければいいのかとか。うん、クラゲの時はね、あのクニダリアの時は Y バーのサドルをつけてる人がいたんだけど、うん、今回はちょっと見つからなかったね。だからとりあえずダメージこのままだとダダ通りなんで、このアーマー、このアーマーをつけるのはちょっと必須っぽいね。うん、あとサドルじゃないんだけど、はい、ドードレックスのコスチューム、ボーンドードレックスコスチュームとかがあったりするので、ちょっとこれつけてみます。これ素材もそんなにきつくないから、ちょっとこれつけてみません。 OK。 ただこのコスチュームってさ、つけるとアーマーつけらんねんじゃねっていう今思ったんだけど、これがもしかしたらサドルの位置につくんだったら、サドルはない可能性があるね。うん、サドルの代わりにこれみたいな感じになりそうだけど、果たしてダメっすね、これ。取り替えですわ。おーすげえ、初めて見た。うわ、ドードレックスの骨ってこんな感じなの。くちばしんとこはちゃんと残ってっけど、ほら。くちばしだけちゃんと残ってる。これ、バニラであんのかね、このドードレックスの骨コスチュームって。バニラであんのかな。バニラで出たことあんの、骨のドードレックスなんて。ドードレックスといえば、公式だと、ハロウィンの申し子だけど。さらにハロウィンに磨きかかったな。ちょっと面白いんだけど、でもなんかあんま骨スキン好きじゃないから、こうしとこ。アーマー的にもこっちの方がいいでしょ。はい、というわけで今回は、インドミナスドードレックス、初めてのインドミナス氏のテイムでした。総合的な能力としてはまあバケモンですね。はい、プライムギガノト並み の火力を最初から持ってる。でそして、あの圧倒的ワンパン5万、ワンパン5万のこのブレスが吐けるっていう、はい、ちょっとね、破格の性能を持ってるなと。まあ、ただ、万能
ではないかなっていう感じはする。うん、そのギガヌトみたいな感じで出血ない、プライムギガみたいな感じで攻撃に出血がないからDPS 的にはちょっとどうなるか分かんないし、あとブレスもクールタイムが長めなのと、あと持続時間がちょっと結構短いというか、うん、うん、ちょっとブレスの使い方がさなんか悪いので万能ではないかなと。破格の性能は持ってるんだけれどもちょっと万能ではないといったところかなと。はい、ただまあこいつ一匹テイムできればもう大体倒せるんちゃう、うん、正直。てかね、プライムギガロトに比べて圧倒的にテイム楽だったんよ、うん、それが利点よね。そんな麻酔弾をさなんか150発とか打ち込まなきゃいけないプライムギガと比べて、この子10発ちょっと打ち込めば多分寝るから、まあテイムのしやすさ的に考えてもこっちの方がいいんじゃないかなと俺は思ってる。プライムギガって結構大変なのよ、本当に本当に大変だから、うん、そういった意味ではこっちの方に軍配が上がるかなとも言えなくもない。はい、というわけでまあそんな感じですかね。ちょっと今後インドミナスドードレックスとか引っ張ってそろそろなんかボス級生物やってみようかな。うん、ちょっとプライムギガのブリーディングとかが完了した時点でちょっとやってみますわ。はい、というわけで今回はここまでということで、あ、ちょっと待って、最後に、あ、性別あるな、もしかしたらブリーディングいけるか。そっか、もしかしたらアヌナキみたいにドードレックス軍団をまた作るという手もありっちゃありなのか。まあちょっと他のインドミナスも考えながらやってみますか。というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。